タルミ駅は、岐阜県元栖市ネオタルミア座下川原にある、タルミ鉄道、タルミ線の駅。駅番号は、TR19、道線の終着駅である。1956年に、国鉄タルミ線が最初に、大垣駅から谷組口駅までを開通させてから30年余り、タルミまで全通したのは平成に入った1989年のことであった。タルミは、 旧ネオ村の中心集落であった。島式ホーム一面2線を有する地上駅。線路は駅の北で合流し、数十メートル先まで続いており、かつては客車列車の機関車の付け替えに使われていた。駅前広場には、中部電力の上オースダムのための物資を、タルミ線からトラックに積み替えるための側線が、付設されていた。初代駅舎は、 地元観光物産館との合築で古民家風の屋根が特徴的であったが2007年4月28日に起きた火事で全焼した。翌2008年4月、新しい駅舎、うすずみ触れあいプラザが完成した。普段は無人駅であるが、うすずみ桜のシーズン中のみ駅員が配置される。初代駅舎の頃は自動券売機を設置していた。ここから発車する列車は、 基本的に大垣行きだが最終列車とその2本前は元洲行きである。前車は神戸以外の全駅を通過する二駅で終点の列車となっており、後車は各駅に停車し、元洲で大垣行きに接続する。前景級ネオ村の玄関口であり、駅前には小規模ながら商店街があり、住宅も点在している。タルミの列車は所トンネルを出て、 すぐ当駅に着く。なお、駅構内は、元栖根尾ルミと根尾板所にまたがっている。本来、この路線は、鉄道不設法別表の大垣より、福井県大野を経て、金沢に、イタリル鉄道の一部であった。ここから、先、同じく、福井県大野市へ抜ける国道157号は、本州屈指の国道とも評されている。ありがとうございます。